はい、よろしくお願いします。今回は英語の並び替えシリーズ第5弾をお送りします。で、今回はね、この3問やっていきますので、まずね、自分でテストしたい方はぜひここで動画止めてやってみてください。で、ちょっと厳しいのがあれば、今からね、自分がこの後解説やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回も2番はね、訳が書いてある状態の問題を入れました。で、1番は会話です。まず A さんが Does ほにゃららって質問をしてて、 B さんが Yes、 はい、 She often sings them、 彼女はしばしば歌うよそれらをって感じ。だから彼女はしばしばそれらを歌ってるよみたいな感じになってると。で、 A の方をね、並び替えやっていくんですが、まず Does から始まってるので、まあ、その後に主語が来るだろうと。で、主語の今回、まあ、選択肢として Songs、歌だよね。もしくはまあシスターかなって。で、くっつくものを探すんだったら、例えば Your Sister にすればあなたのお姉さんだし、 These Songs にすればこれらの歌っていうこともできる。まあ、ちょっとね、あれだけど Your Songs、 あなたの歌っていう可能性もなきはないと。なきはなくはないだね。で、今回ポイントとしては Does なんだよね、スタートが Does。 ってことは3単元の S が発動する。これね、主語を使わなきゃいけないと。で、ここで大事なのが、songs、これ複数形がついてるので、これを主語にすると3単元の S が出てきません。ってことは、シスターだなっていう風に言ってください。で、シスター、まあ、your sister いけるかなって思って、まあ、試しにくっつけてみる。あなたのお姉さんでね。で、主語を does。これ下の方が、ちょっと待ってね。そうだね。ちょっと入らなそうだね。下行きます。ごめんよ。Does your sister? これ主語だと。で、まあ、使ったんで消しちゃおうか。で、主語来たんで、次動詞ですね。動詞はもう like しかないので、で、like を使うと。で、あとは、まあ、あなたのお姉さんは好きですかって聞いてるんだよね。does 使って。で、あとはもう songs だから、songs these じゃなくて、these songs だね。これらの歌ですね。ってしてしまえば、These songs. Does your sister like these songs? あ、these songs だね。ごめんごめん。で、やって、あなたのお姉さんはこれらの歌は好きですかって聞いてるんです。で、B さん答えると、うん、好きだよって感じだね。で、好きだよって言って、She often sings them. 彼女はしばしばそれら、まあ歌だよね。その歌歌ってるよみたいなことを言ってます。これが A の問題ですね。まあ、does っていうのは3単元の S を使ってるっていうのが分かるので、まあ、そこをうまく使えたらいいかなと。で、2番。私のおじがくれた時計は宝物の一つですと。ね、まあ、あげた側もハッピーですね。そんな思ってくれたらね。で、問題に戻ります。まず、これ大事なのがここが抜けてると。最初はね。で、最後、of my treasures が来ていて、で、これね、まあ、ここでちょっとピンと来てくれると嬉しいんですけど、よいしょ。この中、宝物の一つっていう言い方があります。これ、ほにゃららの一つっていうのを、並び替えシリーズのね、パート3かな？第3弾で確かやったんですけど、これ、one of 名詞の複数形の言い方なんです。ほにゃららの一つ。じゃあ書いておこうか。one of 名詞の、ごめんね、複数形。これで、ほにゃららの一つと。で、今、my treasures。ちゃんと複数形ね、ついてるね。私の宝物っていう複数形がある。の一つって言ってくれてるので、じゃあここは one だよねって最後。one of my treasures。っていうことがわかります。なので、まあ、最後ちょっとね、綺麗に合うかわからないけど、one 書いておきましょう。最後ね、使っちゃいます。で、これはですね、今から、まあ、もちろん答えやっていくんですけど、間違いやすいというか、こう、この選択肢を見たときに、作りやすい。ちょっとこれかなって思ってしまうのが、やっぱり、アンコ、おじだよね。で、my uncle で私のおじじゃないですか。で、私のおじがって言ってくれてるので、my uncle を主語にしたくなるんですよ。ここだけ見ると。私のおじが最初に書いてあるからね。なので、my uncle gave me the watch みたいな。っていう風と普通の文できてるもんね、綺麗に。で、行きたくなる。そうすると、なんか文できてる感があるからね。
でも後ろで詰まるんだよね、そこで。でも今回、例えば今言った My uncle gave me the watch ってやると、私のおじは私に時計をくれましたっていう文で終わっちゃってるのね。でも今回そうじゃなくって、主語は私のおじじゃないの。何が主語かっていうと、もう一回文ね、意味を確認すると、私のおじがくれた時計はって言ってるんだよね。つまり時計が主語なの。時計は宝物の一つなんだから。で、私のおじがくれたっていうのは時計を詳しく説明してるだけなんだよね。ってことで、スタートを時計から始めます、ここは。ここはね、気づけるかどうかが大事、この問題は。なので、まあ、the watch、これ時計ね。ここから始めます。で、まあ、B 動詞、this は is だよね。もし、the watch is one of my treasures って言えば、時計は私の宝物の一つですってなるんですけど、さっき言ったように、私のおじがくれたっていうのを修飾したい。詳しく説明したいの。で、何度も何度も並び替えで言ってますけど、高知修飾を使います、ここで。高知修飾ね。後ろからこうやって持ってくる。詳しく説明する。ってやつです。あ、ごめん、高知修飾じゃねえや、これは。ごめんよ。で、どうするかっていうと、ここに私のおじがくれたっていう文を入れます。で、それがさっきのやつですね。私のおじ。だから、my uncle か。my uncle が、gave me。こうすると、これ使ったの消せなかったね。いいか。my uncle gave me ですね。今、この my uncle gave me 訳すと、私のおじは私にくれましたとなります。で、そのくれた時計なんです。ここに関係代名詞が省略されてるんです。いい、ごめん。高知修飾なかった。申し訳ない。関係代名詞が省略されてて、この my uncle gave me っていう文が修飾してる感じ。the watch をね。で、これで私のおじが私にくれた時計なんです。これ主語完成。長いけどね。で、あと残った is。をここに入れれば、そのさっきもね、ちょっと何度も何度も申し訳ないけど、私のおじがくれ、私にくれた時計は私の宝物の一つですという文が完成します。こんな感じですね、作るとしたら。ここですね、やっぱりね、どうしても主語の部分をちゃんと作れるかっていうのがポイントになります。で、最後3番です。これちょっとね、マニアックなのを入れたんですが、まずいきましょう。 Hey! ねえねえみたいな感じです。ここですね、Isn't this the ホニャララって聞いてます。この Isn't this からちょっとね、違和感あると思うんですけど。で、先に B さん行きましょう。Oh yes, ああ、そうそうって。Where did you find it? って言ってます。あなたはそれを Where? どこで見つけたんですかって聞いてます。どこで見つけたのっていう感じ。で、これはですね、先に言ってしまうと、否定疑問文ってやつなんです。否定疑問文。ちょっと聞き慣れない方もいるかもしれないんですが、否定文の isn't っていうのを先に出して疑問文を作ってるんです。これ慣れるまでは先にここの部分 is だと思って見てください。is this ってすれば、これはほにゃららですかだよね。is this なら。だと思って文を組み立てた方がやりやすいかもしれない。これは。で、これ先に答えちょっと書いちゃいます。まず、the があります。で、is this ってやると、is this ものってやれば、これはほにゃららですかっていうことができる。で、物の名前はこれレターしかないんで、ここには。だから、the you とかいけないからね。つまり、こういけるかな。is this the... 最後の解説まで is って言わせてもらうね。is this the letter? これで、これは手紙ですかっていうレター使いました。で、これでさっきと同じです。このレターをあとは詳しく説明します。残りで。でもあとそこはもう関係代名詞が省略されてるって考えてしまえば、基本的にこう、まあ目的格とかの違いもありますけど、文を作ろうと、ここに。で、そうすると、ここから、you はって主語動詞もちゃんとあるので、並べてしまうと、主語でしょ?動詞でしょ?で、しかも、be 動詞プラス ing だから、過去進行形作れるじゃんと。で、しかも、look for っていう熟語をしてると、なおさらいいよね。こういう感じ。結論から言うと、これ答えなんです、これ。ちょっと is で言わせてもらうよ。is this the letter you are looking for? っていう感じ。で、まずちょっとここ、ここ訳しましょうか。the letter 手紙です。
どういうふうに詳しく説明してるかっていうと、 You are looking for、 あなたが look for っていうのは探すなんです。熟語で look for で探すね。だからそれの進行形、しかも過去進行形なんで、あなたが探していた手紙となります。で、もし is this だって、これはホニャララですか、なので、これはあなたが探してた手紙ですかっていう文になる。 is だったら、で、それが isn't になってると、否定疑問文ね。で、どういう意味になるかっていうと、ホニャララじゃないんですかみたいになるんです。ホニャララじゃないんですか、つまりこれって、ちょっとラフな言い方するよ、これってあなたがねえねえ探してた手紙じゃないのって言ってるだけなんです。これ手紙じゃないんですかって、そしたら、ああそうだよって、どこにあったのって言ってるの。これ会話としては、これ否定疑問文ですね。今までまあいろんな受験問題見てきて、そんな多くはないです、出現率というか、出てきた確率はね。でも出てくるんです、たまに。そうで、今説明したように、別に is って考えればそんなに苦戦しないでしょ。でも isn't になってて、否定疑問文を知らないと戸惑うんだよね。isn't、 ここでパニクってしまうから、こっちに手が出せなくなるっていう、そういうちょっとね、こう心理的なプレッシャーをかける問題になってるので、まあこういうふうに考えてもらえたらと思います。否定疑問文です。まあネットとかで検索してもらえれば出てくると思います。いいかな。では今回は英語の並び替えシリーズの第5弾をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。では引き続き、ちょっとね、いつになるか分かりませんけど、また第6弾撮っていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。